よーキーボー、待ってたぞ。もちろんだよ。ただし少しばかり根は張るけどな。キリト君、何のクエストをやってるの？強化系アイテム？それってどこのクエスト？クリアに何が必要なの？鍛冶屋のリズベットだよな。数少ないマスターメイサーの。え、私のこと知ってるの？もちろんだよ。マスターメイサーの鍛冶屋で、しかも女性。情報屋なら当然押さえておく情報だからな。それほどでも。エギルの旦那とクライン、あーちゃんは顔見知りだな。それとリズベットにシリカに。私のことも知ってるんですか？初めてフェザーリドラをテイムした有名人だ。もちろん知っているさ。なんか照れちゃいます。あとはそっちのユイちゃんは知ってるな。私のことも知っているなんて、アルゴさん物知りなんですね。一層であれだけキーボーと一緒にいれば嫌でも耳に入ってくるさ。当たり前と言いたいところだが、そうでもない。そちらのお嬢さん方についてはほとんど知らないからな。よろしくお願いします。森に妖精が現れたとか噂になったことがあるけど、まるで本物の妖精みたいな姿だな。これは。いや、これ以上タダで聞くつもりはないよ。よろしく。うん、ユニークスキルが解放されたって話を聞いたけど。正直すぎる反応だな。ま、確証を得るまでは話さないから安心しなよ。そうだといいけれど。私は？私のこと知ってる？綺麗なお姉さんってことしかわからないな。綺麗だって。ありがとう。私はストレアっていうの。よろしくね。ストレアか、覚えておくよ。相変わらずキーボーの周りには女の子がたくさんだな。相変わらず？相変わらずってどういうこと？これならお姉さんも。いや、ほら、これがクエストの情報だ。毎度あり。それじゃあ早速行きましょうか。どこのクエストなの？
ねえキリト、強化系のクエストだったら家事スキルがある私が一緒の方がいいんじゃない？ちょっとリズ、武器の強化なら私も興味がある。だったら私も行きたいな。最近キリト君と一緒にクエストしてないし。ずるいずるい、私も行くからね。キリトさん、私もその一緒に。やっぱりキーボーは女ったらしだね。ほどほどにしておきなよ、キーボー。それじゃあね。よし。どうしたの？さあ行きましょう。よろしくキリト君。この辺りってなんかいい感じだよね。ねえキリト君、ここってどこかに似てると思わない？私たちの家にあった家具と同じものが揃ってる。レア家具はさすがにないけど、でもこれだけでも十分昔の家に戻ってきたみたい。
窓から見える景色も落ち着く感じだし。そっか、ここが私たちの新しいマイホームなんだね。キッチンってどうなっているんだろう。調味料とかまた揃え直さないとな。試合で見て回ってたら疲れちゃった。ちょっと休憩。でも素敵な家だね。これからは攻略の合間にちょくちょく帰ってこようっと。考えてみれば前の家にいられたのもほんの数週間だけだったんだよね。
開が進んだってこと？まさか今のあれで？そんなわけないでしょ！二人で思い出を作った場所って意味が思い出の地ってことなんじゃない？まさか裸エプロンでイベント進行だなんて。キリト君早く忘れてね。どうしたの？それじゃあね。どうしたの？やったね。よろしくね、キリト。ちょっといいかな。ちょっといいか？It's a human effigy.